ちしてしまった。渡った方がいいのかな、ちょっと一応調べてから見たいと思います。しましたけど特に渡る必要はないみたい、最終的に同じ道に戻ってくるみたいなんで、このまま歩いていきましょう。おーと言いながら、間に合うわけない。さすがにね、カメラ回しながらね、信号ドーンと言ってませんからね。上は道路なんだな。こっちはでかい工場があって、なんか工場の敷地の曲がりするような感じで丸中があるんですね。なんか面白いですね。あ、でもここの工場の人たちがね、この距離だったらお昼ご飯買いに行くのとかにワンちゃんと買いますもんね。そうするとデリカが多分強いようなね、お店になってるとかそういうのがあったりしますからね。結構お店の傾向はね、でもまあ工場、これだけ大きい工場だと、あ、でもどうだろうな、この業態だったら多分お弁当買ってって人も多いかな。あまり工場が逆にでかくなりすぎると、社員食堂がね中に入っちゃってって、いうことかね。そうすると一気に外に食べに来る人が減りますんでね、愛妻弁当か社員食堂かみたいな雑になってきちゃうんで、そうするとそこまでね、食堂の発展というのはなくなってっていうようなところもあったりしましたね。あ、で取ったら多分これが折り返してくる列車に乗ったらいいのかな。これは多分岡山市発の最初に乗ろうとしとったやつですね。あ、めっちゃシート綺麗。あ、これ途中で折り返しであったやつだ。こいつなんかめちゃくちゃシート綺麗だし気になってたんですよね。暗い。しまった。なかなか暗いな。今回まずいね。めちゃくちゃ時間かかるな。だってまだ一駅目だろ。でましてや、この後広島行って山口行って、山口も、長門本山、長門本山でしたっけ、ってところから、長門市駅の、横丁のところにももう一つ、あるんですけどね、これ同じ長門ってね名乗ってますけど全然真逆のところにあるんですよね。山陽のね上瀬戸内の、海側と日本海側の港側に、それぞれあるんで、ピロって飛び出た駅がね、ターミナルの駅がねあり上がるんでね、これが厄介なんですよね。どうやったらどうしような、それね本当に頭悩ましいところなんですけど、しかもめちゃくちゃ時間が限られてるらしいんですよ。東名古屋港みたいな感じらしいんで、この2つが多分ネックになりそうだなというふうには見てますね。まあ、ひとまず明日広島だろ、で山口入ったら終わるんじゃないかなぐらいですよね。山陽側のその長門本山はまで見ておきたいけど、そこからね、ただ長門本山から今度宿をどうするかっていう問題が出てきますからね。で多分峰線渡ったらほぼほぼありそうな気もしますからね。あとね、もう一つ境港までは行かないといけませんからね、遠いんだよね。あれで3日目に境港まで行けてないとまずいもんね。でそこから戻ってきてになるんで、まあでも境港からも相当遠いですからね。なんでまあ北陸方面とかはさすがに無事だろうなっていうふうに、呼んでます。ですんでね、まあ今回のねこの西日本、ターミナル駅、あ、 JR 西日本ターミナル駅完全制覇の旅シリーズはもう完全にね、飛び飛びの、撮影にはなると思いますんで、またね追加の撮影ができ次第、まあ多分北陸もね、まあ何せ
ね、なんとかその今北陸本線は復旧はしたのかな、ってことなんですけど、例の豪雨災害の、ね、影響が相当残っているということです。あっちの方とかに回るのもなかなか大変ですからね。なんだか話しとったらコスモス見えてきたし、もういいところなのかな。確かこのコスモス行き品にその備前隊でしたっけ、隊駅のところで見かけましたかね。なかなかすげえな、凝ったそれってくだけ全然見えねえよね。すげえ凝ってる遊具。もうちょっとかな。あそこの渡るところがあるから、あそこの歩道橋を渡ったらちょうどいいぐらいの位置じゃない？多分そんな感じで作ってあるんじゃないかな。シンプルな作りですよね。そんな入り組んで歩くわけでもなく、普通に歩道を歩くだけなんで、難易度は全然低いです。ただこれ、真っ暗なんだよね。全然広いじゃないですもんね。あとでちょっと画像見てみないと何とも言えないですけど、肉眼だとねまだ見えるんですよ、ただ多分ねこいつ通すとねちょっとさすがに暗すぎる感じが否めない。全然余裕やったな。飲み物の一つぐらい買っといてもよかったかもしれない。でも潮風が気持ちいいですよ。まあ、ちょっと汗でベトベトばしてますけど、ここを渡ればいいのかな。あ、そんな感じっぽいな。これ渡るの。見えるのが、なんか光ったな。こんな感じですね。あれ？駅ない？駅まだ先か？まだまだ先か、これ。ないね。ちょっと急ぐか。ちょっと確認しましょう。